ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がトヨタランドクルーザー ZX 2022年式走行距離1万キロこちらの車両をご紹介させていただきます。はい、いいですか。動画なんで販売価格は控えますが、はい、高い。まあまあまあそうですね。若干あのプレミアム価格中ということで、はい、調べたら今受注を停止しているような状況みたいですね。そうですね、はい、でどうもなんかもう発売以来もう注文が殺到しちゃってもうどうもその捌ききれないのと、まあ、捌ききることに頃にマイチェンしちゃうんじゃないかということで、まあ、一旦止めて、はい、っていうのを今やってるということで、うんうん、今だから市場に流通しているのはもう最初のそのロットで納車されたお車ということ で、はい、で今回買い取りさせていただいて、そうです、まあ、下取りになるんですけど、はい、お車入れ替えいただいたんで、はい、あの別にうちが釣り上げてるわけでももうそうなんです。あの中古車市場自体がそういう相場で出来上がっちゃってるので、まあ、あのそれに合わせて価格を設定している形になりますね。ただまあ今現状としてはまあ新車で注文できないわけですし、はいはい、注文してもなんかおそらく年単位で納車にかかるんじゃないかということらしいんで、はい、まあ、通常だと今こう市場に 出回っているものを購入するしかないんで、はい、まあ、若干プレ値ではありますけど、若干じゃなかったですね、うん、まあ、だいぶプレ値はあると思いますけれども、まあゲレンデとかもそうでしたもんね。そうですね、はい、まあ、需要があるということでこんな車を今回ご紹介させていただきます、はい、で今回ご紹介させていただくのが ZX ということで、はい、まあ、通常ラインナップのトップレンジって言って、うん、まあ、そうです、差し支えないのかなと、うん、でまあ、GR スポーツがありますけれども、はい、あっちってこうちょっとスポーツ色が強くって、そうですね、ちょっと路線がまたキャラクターが違う、快適装備というよりかは走行性能をアップさせた感じになるので、はい、まあ、快適性能一番上のグレードだとこの ZX になる、はい、なんでもうとにかくいろんなものが全部ついてるのと、うん、あと ZX じゃないと選べないのがいろいろあるんですよね、うん、そうですね、はい、でまずそのエンジンがガソリンとディーゼル選べるのが GR スポーツかこの ZX だけということで、はい、今回ご紹介させていただくのがガソリン車になってる、うん、であとはもう一つこの色、はい、まあ、通常6色ぐらいから選べるのが ZX になるとさらにちょっと選べる色、うん、オプションカラーがあって、はい、今回のこの何でしたっけこれ、プレシャスホワイトパールですね。あのいまいちですね単体で見てもあの違いが分かりづらいんですけども、少しあれですかね、パールが強めに入ってるというか、そうですね、本当に綺麗な高級感のある色、まあ、トヨタ系、まあ、レクサスも含めてパール結構そういう感じですよね今までも。ということでこちらなんか人気は黒が結構人気みたいですけど、あ、そうなんですね。的にはイメージって言ったらランクルって結構白とか、うん、はい、まあ、あともう古いのだとあのツートンとかイメージとかしたりしますけど、はい、まあ、今回はこのオプションカラーのこちらまで。あとは300系になって随分変わりましたね。フロントマスク結構すごいですよね、迫力あってめちゃくちゃいかついですね、はい、で今回の車はモデリスタのエアロがついているということで、はい、この辺の下回りがごっそりこのモデリスタのバンパーになっているということですかね。そうです、これもいかついですね、はい、さらにちょっとこう顎というか、はい、なんかミニバンぐらいそうです、フロントの押し出し感、はい、そして ZX になると結構メッキパーツも多用されてて、はい、まあ、フロントが結構こう押し出し感が強いフェイスになっている、うん、であと ZX になるとウインカーが前後シーケンシャルになるんですよ、ね、そうです。だこの辺も走っててこうシーケンシャルがこう出てたりするとおっていうポイントかなと、うん、なので結構人気のグレードでもあるみたいな、はい、あとはあの撮影前にも来ましたけどこの特徴的なボンネットと、そうですね、はい、真ん中がくぼんでるこのデザインです、プレスラインですね。なんか最近スープラのルーフとかも、そうです、スープラ86とかもその辺のスポーツカーはルーフが同じようになってますね。なんか最近あの大阪店の方でザガートを撮らせていただいたんですけど、はい、ザガートがなんか昔からそのダブルバブルルーフとかって言って、なんかこう空気抵抗的にちょっと有利らしいですよね。みたいですね、はい、なんでこんな感じのボンネットになってると、はい、そしてあとは ZX なんでもう全部フルフルで続いててアダプティブのハイビームだったり、はい、その辺も全部ついてると、うん、まあ、基本的にはもうほとんど全部ついてると思って、装備に関してはもう一番充実してると言ってもいいと思います。あと大きさ的なものでいくとまあでかいですね、やっぱりびっくりしました、はい、全長の方が4985、全幅の方が1980ということで、はい、ほぼもう2メートル、はい、で全高の方が1925ということなんですけども、うん、GLS よりはちょっと短い感じ、はい、ただサイズ感は結構近いものがあるんじゃないかなと、うん、こんな感じの前回りになっております。そして早速横に回っていってもいいでしょうか、はい、横に関しては横もこのフェンダーがモデリスタの、そうです、フェンダーチはそうですね、モデリスタです。あの今回ちょっと厳しめに言っていいですか、はい、あのここが気になります。私もそうなんですよ、なんかこう間に黒が入ってるのがちょっと最初違和感ありましたね、はい、これ塗装でこれ色が変わってるってことなんですか。だと思います、うん、そうですね、塗り分けじゃないですけど、ここにラインが入ってる、なんかオーバーフェンダーが二重に見えるエアロということで、うん、こちらもついてる。
ただホイールに関しては今回あのノーマルのホイールということで、はい、モデリストだと1インチさらに大きくなるんですよ、うん、で今回は ZX 標準のモデルということで20インチの、スーパークロームメタリック塗装ってこれ塗装なんですね。すごいですよね。らしいです。こちらの20インチの一番ベースグレードだと18インチですもんね。あ、そんなちっちゃいのからですね。そうなんですよ。ということで、あ、19グレードなんで20インチの265-55-20インチ、こちらが装着されている。あと ZX だと電子制御の足回りだとか、はい、まあ、その辺の走行性能も全部一番いいのがついているということで、はい、こんな感じ。そしてあとはサイドスカートも ZX だと結構大型の、はいはい、しっかりしたものがついてくるのと、あと各部この辺のメッキが増えてるんですよ ね、 ね、はい、あのこの辺も多分その日本のマーケット的なのか、まあ、どうなのか分かんないですけど、うん、あのちょっとこう黒い方が良かったなってまあ昔からあれですよね、国産車でこう結構その、 あのプレミアムの高級路線を意識した仕様って結構やっぱメッキを対応してきたと思うので、まあ、やっぱそれが残ってるのかなっていう印象はありますよね。結構欧州車最近なんか黒増やす傾向ないですか？ですね、はい、なんかロールスのスーパー高級車とかでもブラックバッシュとかって黒があったりとか、なんで結構この辺がベースグレードだと黒なんですよね、はい、でミラーが同色なんですけど ZX だとクロームになるということで、うん、この辺がクローム率がアップしてると、はいはい、そしてどうしましょう、後ろも行っていいですか、はい、後ろもこんな感じで、4本通しで、そうです、はい、こちらになっていると。あとはあんまりあれですね、やっぱ20インチっても小さいとは言わないですけど結構普通な感じですよね。確かに車が大きいんで20インチが普通に見えるということで、うん、だから結構インチアップで22ぐらいまで入っちゃうのかな、入るんじゃないですかね。ちょっとその辺も、はい、もし機会があれば見てみたいなって感じしますね、まあ、カスタマイズも割と定番の車種ですから、うん、はい、まあ、6欠なんでちょっとその辺は。あと車のそのベースのところでいくと、なんかそのフレームなんかも新設計されてて、はい、あのもう伝統のラダーフレームであるんですけど、なんかこの辺がすごい軽量で剛性アップされてるらしいです。どうもなんか溶接の技術がアップしてるとかで、なんかその辺でかなり軽く強く作られてる、その TNGA でしたっけ、あの、はい、新しいアーキテクチャに準じたそのフレームが使われているということで、かなりその辺も進化しているそうです。なるほど。続いてリア周り見てみたいと思います、はい、リアはこのトランクスポイラーはこれ標準なんですよね。これ標準です、はい、モデリスタもあるんですけど今回の車はついてないということで、はい、こんな感じのルースポイラーと、あとリアもシーケンシャルになるということで、はいはい、これ点灯確認でちょっと見てみたいと思います、はい、あと ZX と、はい、あとは下側にモデルイースタのエアロが同じようについてる、はい、あの別にあのなんかあのトヨタに何かあるとかじゃなくてあくまで個人的な、はい、ちょっとラインが多いかなと思うんです。うん、まあ、ゴツゴツしてたりとかはそうですね、はい、で特にこのフェンダーから続くこの黒のラインが入ってるんで、うん、割とこう線が多いというか賑やかな感じは少し否めないかなと、うん、あともう一個気になったのはこれマフラーカッターが短くないですかこれあんまり輸入車やっぱうちも多いじゃないですか、はい、まあ、確かに見慣れないは見慣れないですよね、こういう感じは。真後ろから見ると全然いいんですけど、はい、斜めから見るとこのカッターが切れてるのが思いっきり見えちゃうんで、うん、もう少し倍ぐらいの長さで、はいはい、なんか見えなくしてほしかったなっていう、個人的には。なんかあれですよね、バンパーにもうこう一体になってればってなるんですね。そうですね。で反対側もこうえぐれててなんかこう左右出しにできそうな造形になってる。そうですね、はい、この辺はあくまで個人の感想なんであのディスってんじゃねえよとかそういうコメントはもう控えくださいませ、はいはい、こんな感じのエクステリアになっております、はい、続いて内装見てみたいと思います。内装が ZX だとだいぶ豪華になるということで、はい、ベースグレードだとファブリックのところを内装本革シートが採用されていると、はい、ただこれ全部本革じゃないみたいですね。ええ、そうなんですか。なんかヘッドレストと背中 の、 そのシートバックのところに関してはなんか合皮だとかっていう、はいはいはい、まあ、多分耐久性とあとそのパンチングする関係だと思うんですけど、まあ、その辺がただ全然違和感ないですよね。ないですね。ちょっと今言われてびっくりしましたけど、シートになって、そしてあの調整の方も左右運転席助手席とも8ウェイになるということで、はい、まあ、その辺はさすが上級グレードの、はい、なんかあのベースグレードだと 6A だったり 5A だったりするらしいですけど、まあ、その辺なんかもしっかりついてくる、はい、そしてステアリングもなんと木目調のステアリング、はい、ただこれも下側のここだけなんですね。そうです、はい、はい、なんで全体的にこの皮巻きのステアリングになっているので非常に操作性も質感もいいんじゃないかなと。あとメーターもなんかグレードによって違うらしいですね。そう、 そうなんです、はい、ベースグレードだとちょっと液晶がちっちゃいという、そうですね、4眼になるのかな、4眼で、これは2眼ですね。これ後で確認してみたいと思いますけど、はい、2眼ので真ん中に7インチの TFT の液晶がついているタイプ、はい、そして装備に関してもシートヒーターとかベンチレーション当然ついていて、ステアリングヒーターも当然ついていると、はい、でさらにこれリアで紹介しますけど、リアもシートヒーター、ベンチレーションがついていると、はい、本当に豪華ですね。豪華です。
あと、JBL の14スピーカーなんかも標準装備だったりとか、はい、あとリアエンターなんかつけられるのも ZX からということで、まあ、非常に豪華な内装になっております。はい、続いて乗ってみたいと思います。結構高いですね、やっぱり高いですね、ステップやっぱあるといいですよね、はい、ただ運転席ここグリップもついてるんで、はい、全然女性の方でも乗り込めるんじゃないでしょうか。はい、で今回走行距離1万キロってことなんですけど、コンディションはかなりいいですね、やっぱり、はい、そして調整に関しては先ほど触れましたけども、あ、フロント8ウェイどころじゃないじゃないですか。フロントもっとありますよね。助手席が8ウェイですかね、はい、助手席はそうです。背中のちゃんとこの押し出しの、はい、ナンバーサポートなんかもこの辺なんかもしっかりついてると。そしてマットをこれベこれ変えましょう。そうですね、はいはい、ZX だとベージュの内装も選べるということで、はい、まあ、ベージュ内装だったらこのベージュマットいいと思うんですけど、まあ、せっかく黒のこの汚れに強い、汚れが目立たない内装ですから、はい、まあ、マット変えていただいてもいいのかな。そしてどっから触れていきましょう。メーターからいきますか。で、その前にこのここグレードによりけりですけど、上のグレードになるとこの指紋認証のスタートボタンになっているということで、はい、今私指紋が登録されてないんでかからないということで、はいはい、これがあの指紋登録していただければそうです、かかると、はいはい、で今回ちょっと正直レビューしていいですか。はい、あの鍵近づけると、はい、そうですね、かかるということで、はい、これどうなんですか。まあまあまあ、まあ、盗難防止でこういう機能がついてるはずで、はい、まあ、今ランクルベースであと同じところでいうとレクサスの LX600 とかもこのイグニッションの、まあ、スタートのかけ方なんですけど、まあ、実際鍵持ってると指紋登録しなきゃかかっちゃうんですよね。私何を隠そう、前職が車の盗難防止をつける仕事をしていまして、はい、これ正直意味がないんじゃないかなっていうのは思います。そうですね、ということで今回の車は登録してないんでこうやってかかんないですけど、なんと近づけるとかかっちゃうということで、はいはい、そしてちょっとうざくなっちゃいますけどメーターはこんな感じで、アナログいいっすね、はい、これしかもアナログ風デジタルじゃなくてちゃんとアナログなんですね。アナログですね、はい、こんな感じの、やっぱり視認性すごくいいのと、あとメーターでいろいろモード切り替えの表示が出せたりとか、はい、こんな感じでメーターの中央のこの TFT 液晶もいろんな表示が出てきて、ステアリングの打角なんかもこの表示ができるというこんな感じのメーターになっております。はい、そしてあとはヘッドアップディスプレイなんかもついてたりとか、やってまいりました。12インチのナビゲーション、はいはい、これもオンにしましょうか。はい、こんな感じで、はい、ここ大きいですね、やっぱ、はい、でっかいです。視認性はかなりいいんじゃないかな、はい、でさっき撮影前に少し触ったんですけど、慣れてないせいか少しこのユーザーインターフェースに関してはどうなんだろうなっていう慣れが少し必要かなっていう感じがします。そうですね、タブレットみたいに使えるかっていうと否なんで、であとこれなんかこの横の矢印、はい、こうそこを押してもこのあんまり変わらない、どっち側にするかっていう、そうこれが戻るボタンかと思いきや、はいはい、こんな感じになってると。で一通りメディア関係はついてて、はい、それを出したいんですけどね、はい、こんな感じでテレビもついてますよね、はい、はい、こんな感じのメディアの充実具合になっております。そしてさっきちょっと出てましたけれども、シートヒーター、ベンチレーション、はい、あとステアリングヒーターなんかも全部ついてると。そうですね、はい、こんな感じ。あ、しかも3段階、はいはい、ステアリングヒーターに関しては段階ないですね。そうです、はいはい、こんな感じになってます。そしてあとはその辺のエアコン関係、オーディオ関係がこの辺で、あ、ベンチレーションシートヒーターに関してはこのボタンでも操作ができるタイプですね、はい、こんな感じになっております。オートっていうのもあるんですね。あ、なるほど、へえ、こんな感じに、はい、はい、そしてディスクが入るそうですね、もう今や最近ないですからね、うん、そうですね、はい、そしてあとはここが、ドライブモードセレクト、はい、これ本当になんかレンジ並みだなと思った。あ、確かになんかスノーとか、はい、なんかいろいろあるタイプのこちらのモードセレクト、はい、あとはクロールコントロールもついております、はい、クロールコントロールすごいんで、もう本当にサラッサラの砂も勝手に出てくるみたいな。あ、そんなに。そうそう、だ結構日本だとなんかそのロックみたいなところをゆっくりこうアクセルとかブレーキとかしないで進む動画が多いですけど、中東の方で使ってる
その動画とか YouTube 上がってるんですけど、はい、それだともう本当に砂地のサラサラのとこから車がもぞもぞして出てくるっていう。やっぱ前の方もそうですけど、やっぱ中東とか結構その砂漠地帯とかすごい人気ですもんね。らしいです。っていうのもランクルもなんか生産の1割ぐらいしか日本割り当てないんですよね。なるほど。他は全部その海外ということで、でこの300系が出たのもなんか中東でなんかワールドプレミアということで、だからもう本当に世界基準で作られた車で、あとこの辺がシフトもでっかいですね、さすがに、はいはい、そして小物入れがついてたりとか、はい、小物入れというかちょっと、はい、ここもそうです、あのメディア系の、はいはい、メディア系のこんな感じで USB と SD カードが入るのかな、 SD カード、あとシガーですね。奥だけ充電とかないんですよね。奥だけはないですね、はい、だとドリンクホルダーがこんな感じでついてて、はい、そしてさっき発見したんですけどドリンクホルダーがなんとこれ蓋外すとちょっと深くなるということで、おー、はい、いいですね。こんな感じのドリンクホルダーになってます。そしてやってまいりました、このアームレストというかセンターコンソール、はい、こっちも開いて、そうです、こっちも開くんですよね。そうです、はい、すごい。そしてこれ後ろでも紹介しますけど、なんと後ろにもボタンついてて、後ろからもこっちが開けられると、はい、そしてなんとクールボックス、はい、オプションです。あ、これオプションなんですね、はい、これもついてるということで、じゃ あ, あの冷たい飲み物とか、そうなんです、アイスはさすがにダメですよね。アイスはダメじゃないですか、はい、冷たい飲み物もそのまま入れておけるということで、こんな感じのセンターコンソール、はい、センターコンソールも結構取り合いにならないぐらいの大きさなんで、ならないですね、まあ、非常に使い勝手も良さそうです、はい、そしてペダル関係はゴムですね、はい、ここもでも絶対腐ったなんかステンのペダルカバーあってもよかったのかなって、うん、ちょっと思いましたけど、アクセサリーで出るんでしょうねこの辺りは。なるほど、まあ、一応この吊り下げ式のアクセルペダルですけど、ポジション的には全然違和感ないし、フットレストも大きいんで運転はしやすそうです、はい、そして天井関係は先ほど触れた JBL のツイッターがついてて、はい、グリップと結構ピラーも太いですね。そうですね、はい、頑丈な感じがします、はい、そして天井関係このファブリックっすよね。ファブリックって言うんですかねこれが、はい、黒いこのタイプで、はい、こんな感じでこの辺は至って普通かな、うん、もう1枚欲しかったかもしれないです。あ、はい、この手の車だとなんかあの前提画とかでオプションである、はい、そのダブルバイザーとか、はいはい、そういうのでもいいですよね。こんな感じで、そして今回のゴムはサンルーフがついているということで、はい、こんな感じで、はい、そんなにこう大きく見えないですけど、多分車は大きいんで、はい、標準的なサイズになって見えてると思うんですけど、まあ、結構大型のサンルーフとこんな感じになっております、はい、続いてリアシート見てみたいと思います、はい、これリアシートの豪華さにさっきびっくりしました。はい、ちょっと乗ってみてください。ああ、いいですね。まず広い。広い。そうなんです。シート良くないですか。シートいいんですよ。そしてあの若干リクライニングもできるということで、横にレバーついてるんですよね。あ、そうですね。本当にわずかですけどリクライニングできる、はい、これでマックスです、はい、そしてリアエンターテインメントもついてて、これ後ろがいいですね。後ろいいですよねこれで5人乗りと7人乗りはい、なんかグレードによりきりらしいですけど、今回の車は7人乗りということ で、はい、2列目がこんな感じなんで、そして装備的なものもシートヒーター、ベンチレーション、はいはい、でエアコンも4ゾーンになるということで、そうですそうです、はい、これだからちょっとこれ売れている理由というか、うん、この家族で使う、はい、人乗せるにすごいこう持ってこいなんだなっていうのは、うん、もう装備見てると分かりますよ。そうですね、充電ポートもちゃんとタイプ C がついてたりとか、で HDMI もついてるんで、はい、さっきカメラマンはじゃあプレスでできるじゃないですかってということでこの辺の装備なんかも充実してる、はい、そしてもうとにかく広いし、うん、そしてアームレストは結構大型のものがついてて、はい、ドリンクホルダーが、ドリンクホルダーはい、どうやって開けたらパカッとこっちのラベル側の方で、あそこに、あ、ラベルで隠れてこんな感じでドリンクホルダーもついてるということで、はい、リアはかなり快適じゃなかろうかなと思います、うん、続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクは安定のって感じですよね、はいはい、もうフルパワーのテールゲートと、あとは今回は今3列目が閉まってあるということで、あ、はい、トランクはこんな感じで結構奥行きもありますね、はい、ゴルフバッグも全然いけちゃう、ちゃんとフルフラットですね、はい、キャンプにアウトドアに何でもいけちゃう感じが、はい、あ、確かにフルフラットっていうのもでかいですね、うん、そうですね、はい、そしてこの下も少しだけスペースがあって、はい、車載工具とちょっと小物入れになった感じですかね、はい、あとはそちら側でなんと3列目が電動で出し入れできるということで、はい、あのこれ押しっぱなしにしてないとダメな感じなんですね、はい、多分なんかこう挟まっちゃったりとか、うん、あーってなった時に多分すぐ止められるようにだと思うんですけど、はい、
こんな感じで3列目未使用ですね。しかも、はい、ビニールがかかってます。であとは同じくそのスイッチの下に 100V もついてますんで、かなりその辺便利に使っていただけるんじゃないかなと思います。続いて3列目一応乗ってみたいと思います。これこんな感じで、はい、これでも前のエンターにぶつかっちゃうんですね。ぶつかっちゃいますね、はい、なんで少し座席前に出す必要があるのかなと。後ろからは前の席操作できないですもんね。後ろからはできない、それは多分背もたれですね。そうですよね、はい、なんでまあ少し座席が前に出てる必要があるのかなと思いますけど、こんな感じで出していただければなんとか後ろ乗り込むスペースは確保できるかなと。ちょっと後ろからでもあれですね、レバーの形的にこう引っ張れるようになってるんですかね。あ、なるほど、はい、乗ってみたいと思います。うわっとですね、3列目はですねもう体育座りです、はい、こんな感じです。ここまでシートバックが来るんで、はい、もうこうっすよね、うん、なんでちょっとお子さんじゃないと。そしてこの座面と床の高さがもう20センチぐらいしかないんで、はい、ちょっと本当に緊急用かなと、うん、で僕175ですけどもう頭ぴったりついてます。そしてこのリアのガラスの圧迫感がすごいということで、はい、まあ、正直もう本当に緊急用、うん、長距離は厳しそうですね。ただドリンクホルダーがついてたりとか、はい、あと USB がついてたりとか、はい、その辺の装備は最低限ついてて、あ、エアコンの吹き出しもちゃんとついてる。そうですね、はい、なんでお子さんだったりはいいのかなと、うん、はい、こんな感じになっております。続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンの方がガラッと変わりまして、はい、なんとダウンサイジング、はい、ついにランクルもしたということで、うん、排気量の方が 3444cc、V6 ツインターボ、これなんか現行 LS500 用に開発した新しいエンジンみたいです。で型式こそ一緒なんですけれども、うん、中身は全部違うということで、馬力の方が415馬力、トルクの方が650ニュートン、で組み合わせるミッションの方が10速オートマ、はい、なんか先代が5速もしくは6速オートマということで、うん、もう一気に多段化されたということです。でこれさっきのその LS500 とちょっと違うんですよっていうところなんですけど、 LS500 だと422馬力とかでちょっと馬力も違ったりとか、はい、まあ、その辺はなんか制御とあとはちょこちょこっとこの中身の、まあ、エンジンのその補給類なんかも変えてあるってことです、はい、うん、で、まあ、これがレスポンスアップされてて低騒音とか低振動なってるということで、中身は結構ガラッと変えてて、なんかシリンダーとかクランクとかヘッドとかコンロットとか全部やり直してるってことで、型式だけ一緒で中身全部違うってことです、うん、そこいいですね。でもちゃんと車のこと考えて作られてますよね。で言ったらもう LS500 よりかもなんかその進化してるエンジン、うん、なんかバージョン2に近いぐらいのエンジンっていうことらしいです、うん、でこの補給類ちょこちょこっと変えてあるというところも今回ちょっとこれ外しちゃいますけど、ここって外してしまって、なんかインタークーラー2機掛けだったのをなんか1個にまとめて、おでなんかスロットルもインタークーラー5に、はい、でその辺で大きく変えてるらしいです。 あとなんとびっくり、あのインマニも結構今の車ってプラスチックじゃないですか、はい、これなんか金属製らしいですよ。でなんかそのエンジン自体の剛性もそこでアップさせて、うん、なんかそのエンジン そのブロックの鳴りというか、はい、を抑える効果が出てるということで、かなりこうエンジンにはかなりお金がかけてで、搭載位置もなんか下げて内側にしてるんですよ。だいぶこれ後ろですよね。らしいです。ということでこの辺がかなりブラッシュアップされて、うん、あとエンジンルームついでの話でいくと、はい、軽量化のところなんですけど、うん、なんとフードもこれアルミになってるということで、はい、なんかルーフとかドアもアルミになってたりとか、だから仙台比、まあ、グレードによって違うんですけどなんか200キロぐらい軽くなってるということで、まあ、その辺が本当にブラッシュアップされてる、うん、あともう一つこのエンジンルームのこの下のところ、はい、このアンダーカバーがなんと GFRP、はい、要はグラスファイバーですよね、はい、製のアンダーカバーがついてるということで、それすごいですね、まあ、確かに見てすごいっすね、見てわかりますもんね。確かに国産車でこういうアンダーカバーついてる、うん、ハードタイプのアンダーカバーついてる車って今までなかったかもしれない、うん、なんでその辺で下回りが守ったりだとか、はい、あと空力的にもかなり向上しているそうです、はい、続いてトーク類見てみたいと思います。お願いします。
続いて排気音確認してみたいと思います。お願いします。でかい。でかいっすね。でかい。乗ったっけな、300。記憶にないです。僕ちゃんと乗るの初っすね。ていうかめっちゃ静かじゃない？はい。エンジンとか超静かですよね。かかってんのかかかってないのか分かんないぐらい静かだね。超静か。よし、参ります。でかい。ああでも。すげえ静か、めっちゃ滑らか。マジか。何を隠そう、私実家の家の車が僕の父が60のランクルディーゼル乗ってる、はい、ああおっしゃってましたね、はい、前がバイーンってないやつ。ディーゼルはやっぱディーゼルですよね。そうね。なんかめっちゃ高級だね。はい、本当にスタイリングの触り心地いいな。でも国産って言ってもやっぱこの質感とこの装備で新車で1000万以下で買えるって、まあ数字すごいですよね。確かに輸入車だったら全然超えちゃうないですよね。全然無理、全然無理この価格じゃ。ただそのデザインのところは、まあ、ちょっとそれ後デザイン、はい。なんて言えばいいんだろう。今ちなみにモードは今スポーツにしちゃいました。失礼しました。今でもノーマル、ちょっと待ってください。今ノーマル電子制御のダンパーなんで、まあ、ロールを抑える機構なんかも入ってると。結構この SUV 独特の車の動きはしますけど、うん、ちょっと待ってください。1個ずつ説明します。まずハンドルはぬる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 、はい、ちょっとレンジに近いかもしれない。ただタイヤの感じは分かりにくいって言えば分かりにくいかもしれない。その路面をこう捉えてる感じ、はい、これもなんかオフロード性能を特化させるためにその油圧のステアリングのラックと、はい、なんかその電気 そのモーターのやつの2段構えらしいですよ。要はそのステアリング その戻りでもその操作性がいいように、はい、なんで一応両方やってるっていうことで、はい、ステアリングはヌルヌルです。ただちょっとタイヤの向きは少し分かりづらいかなと。なんでその辺は電子的なデバイスのサポートでそのステアリングの打角が出たりだとか、はいはい、あとはもう一個はこのビューで、これ何キロまで使えるのこれ、でもさっき、はい、切れちゃいましたね、はい、この辺なんかで。これもすごいのは車の真下の映像とかも出るんだよねこれね。だからこの辺のサランドビュー的なのもさっきのパーキングで出てるか。そうそうそう、これもちょっと使いづらいなと思ったの。この勝手に自動再生されて、うんうんうん、こ止めるか再生するか、ピンチインとかピンチアウトもできないし、機能としてはすごいですけどね。そうそうそう、だもうちょっとこう拡大できたりとか、うん、こう自由自在にこう動かせたりしたらいいかなっていう。はいはい、確かにそうですね。だとタイヤの位置がどこにあるか分かるかっていうのもなんかその過去の映像を使って今の背景と合わせて分かりやすくしてるっていう。あ、で要はもう車がその上に乗っかっちゃうと下ので見れなくなるけど、はい、そのカメラで撮っててそこの位置のやつを合成してるってい うんだその辺はオフロード性能を特化してるんでちょっとレンジと同じ匂いを感じました。そうですね、確かにそういう的なサポート的なのは。あと車は結構やっぱりラダーなんでしっかりしてるというか、うん、オフロードらしい感じの乗り味が気がします。そしてブレーキは結構別にこれどうこう言うわけじゃないですけどちょっともうちょっとしっかり感欲しいなと思いました。輸入車のブレーキがすごいやっぱ大きくてちゃんとこうローター系とかもすごい大きいついてますもんね、うん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 、それに比べるとちょっとあれかもしれないですね。で踏み込んだ時はもうもちろんその十分な性能あるんですけど、うん、うん、そう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 、だちょっと初期制動がやっぱり全般的に国産車のブレーキパッドってうん、こう踏み込まないと効かないというか、はい、ローターにこうディスクがタッチしてもあんまり減速始まらなくてこうグググって掴んでこうしっかり止まる感じだ。この辺だから押し押しはずっと乗ってると少し違和感があるかなっていう気がします。ああそうですね、はい、逆に輸入車は結構
まあ、メーカーにもよりますけど、いきなりこうクークってこう、うんうん、本当に効いちゃう時があります。結構カックンブレーキになっちゃったり、そうですね、はい、逆に言えば乗りやすいのかなって、うんうん、っていう感じがします。ただあとは高速乗ってやっぱり200キロ軽くなったというで2トン500ぐらいあるボディなのでこれがじゃあスピード出した時にどうなのかなっていうのはちょっとそれはわからないです、うん、確認してみたい気はします。でもこの感じだと結構車体安定しますよね、うん、ちょっとスポーツあたりにしてみていいですか。はい、じゃあせっかくなスポーツプラスに。あ、もうスポーツプラスにすると露骨に引っ張りますね。あ、アクセルの突きとかも変わるんですか。いや全然良くないですね、ステアリングあんまり変わらないですね、はい、あとはダウンサイジングされてて特にスポーツとかにすると、はい、少しこう回ってる感感じるんですけど、そんなにこうデメリットというか、うん、エンジンちっちゃくなっちゃって残念な感じだなっていうのは全然感じない。あ、むしろこの静かすぎてエンジンが変速も10段になってこれいつ変速してるかがちょっと分かんないですよね。分かんないよね。もちろんその有効にトルクが使えるっていうのもあるけど、なんかその多段化したことで、まあ、要はエンジン引っ張らないんで、うん、静かにもなってるっていう。え、これ本当にさ惰性で走ってたらさめちゃめちゃ高級車だよねこれ。いやそうですね、本当さっき土屋さんがおっしゃってたようにエンジンかかってるかが惰性だけだったら分かんないですよね。ね、でかすぎてね通りたくないのこれ。大きいっすね。さすがにちょっとここ通りたくねえです。通れるこれ1900回。まあ通れますね。左は全然通れます。ああ、この女の人の声をさ聞くとさ右前です、トヨタ車に乗ってるなって思うよね。はい、あ、いつもお世話になってますって感じだよね。あ、でもこうやってビュー自動で切り替わるんですね、カメラに。あ、そうね。あとは今回の車はリアのデフロックがオプションで入ってるということで、はい、これつけるとトルセンの LSD がなくなるってことで、はい、そこら辺が、まあ、使用用途によって多 分ちょっとキャラクターが変わってくるのかなと、まあ、この辺は好みだし、うん、まあ、一般で街乗りする人にはほぼ、はい、あんまり影響ないのかなと。ちょっと山行きますとか雪道走りますとか、うん、ちょっと見えるの低いところ走りますって言ってくると変わってくるかなと。そうですね、はい、ほぼ 99% 街乗りオンリーですっていう人はあんまりそんなにここはあれかなっていう。すごいのが出てきました、ね、わ、すごい G センサーとアクセルブレーキとちゃんと高くも出てるんだ。そうですね、また切り替えちゃった。ちょっとナビはもうちょっと使いやすくなってほしかったなナビっていうかそのユーザーインターフェース的なところ。そうですね、ちょっとこれは慣れ必要ですね。早い。この車早い早いけどちょっと燃費が心配になった。あ、そうですね、決してカタログ値もなんかまあぶっ飛んでよくはないので、うん、まあ、この車にしてはいいんでしょうけど。そうですね、車重にしては、うん、ただめちゃめちゃいいかっていうとそうでもないんで。そうですね、本当に今ちょっと予想よりもはるかに加速が良かったですね。はい、こんな加速するんだと。あ、早い、はいはい、うん、え、なおさらちょっとブレーキもうちょっと効いてほしいなでもこれはパッド変えればなんか良さそうな気がする。あ、パッドでも解決そうですよね、うん、もうちょっと初期精度強めのパッドで、うん、あとステアリングの音はもうちょっとなんかもうちょっとタイヤの接地感分かるのがいい。あ、正直ちょっと飛ばせないかなっていう感じがします。あ、まあ、速度レンジが全然違いますからね。そうですね、まあ、あとやっぱレンジローバーとかよりもよりオフロードよりですもんね、やっぱ車も。あ、なんでこうストローク量とかも多分サスペンションもだからレンジのだから どこにバッティングするかだよね。あ、だディスカバリーとかだったらあれなのかなっていう。難しいですね、なんか価格とか考えちゃうとディフェンダー。あ、ディフェンダーね。あ、ディフェンダーちょっと近いかもね。でも全然こっちの方が豪華じゃん。はい、防具ってなっちゃうとなんかちょっとまた違いますもんね。確かにディフェンダーはなんかめちゃくちゃ豪華快適にしたらこんな感じ。うん、そうですよね、確かに。久しぶりにこうやって国産車を。ステアリングヒーターめっちゃあったかい。いや、さっきベンチレーション僕入れたんですよ。めっちゃ速かったです、本当に。めっちゃあったかいけどこのコブだけ
こっちとかはあこっちも一応効いてんのか。あでも多分ここがメインだと思うな。こっちも熱くてダメで触れない。あとベンチレーション。すごいね。装備がすごい。装備は充実しますよね。でこれシートヒーターか。シートヒーターとかこういうヒーター系ベンチレーション系も輸入車だとこうなんかやっぱメーカーによって全然こう効きが弱かったりとか、うん、遅かったりってあるじゃないですか。国産車だとないですよね。すごい。本当にあシートヒーターめっちゃ早い。そう早いっすね。あちゃ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 レンジ並みに早い。ベンチレーションはオートってのが気になるんですよね。オートって1回押しかな。あやっぱりちょっとブレーキがな。ブレーキはちょっとあれですね。あとメモリーも3つついてるし。あいいですね。助手席はそれないでしょっていう。助手席はないです。確かに。あベンチレーションはこれ背中も効いてるんだね。ベンチレーションそうですね、はい、うん、めっちゃ涼しい。ただ音結構聞こえるね、背中のベンチレーション、はい、音は聞こえますね。あラングルこんなんなんだね。あとボンネットのこのへこみはちょっと正直気になるかな。気になりますよね。気になる。最初乗った時すごい気になったんですよね。まあセンターが分かりやすいって言えば分かりやすいかな、うん。あとやっぱりとにかくあのホームページでも水平基調水平基調って何回も書いてあったんで、外にしても中にしても、はい、だ結局その車傾いた時のことまで考えられてるっていう、うん、いやどのぐらい傾いてるかまでちゃんとしてないで分かるようになってる。なるほど。だって真横は44度ぐらいまでいけるらしいよ。あーやっぱすごいですね。44度だよもう。45度じゃんほぼ。中の人間どうなっちゃうんですかね。本当だよね。意外にサイズ感は乗り出しちゃうと、まあ、狭いところはちょっと気使いますけど、うん、全然普通にこう街の中走るのはこの間乗ったアメ車の方がちょっとん、なんだろう。あれそんなのなかった。それ東京店でやったあれのことですよね。うん、例のあれですね。いやでもこのミラー見てちょっとそれ思い出しました。結構やっぱ大きいですよね。車体が大きいのあるんですけど、ミラーも大きいなと思いましたね。でも全然やっぱりね使い勝手めちゃくちゃいいね。うんですね、うん、いやだこれは好きかどうかはちょっとまた別の話だけど、やっぱり国産車ってなんかその気がもうおもてなしじゃないけど。そうですね。そうね。これもやっぱ後ろいいっすよね。リアエンターついてベンチレーションヒーターついて、だ結構家の車でとかセカンドカー的な感じで乗られてる方多いじゃない、うん、はい、なんかすごくわかる気がする。ただまあもちろんその高級感とかで言ったらそのダッシュボードのこのなんていうのビニールでこうステッチ風だし、あとちょっと気になったのはこのグローボックス、はい、開くのはゆっくりじゃん、はい、閉まる時にさこれなんだよね。うん、結構音もしますよね。そう、あとねこれがあるの、ここが。そうですね。これいらないよね。結構本当にこの辺りは国産だなって感じしますね。そういうところをちょっともうちょっとブラッシュアップすればすごい。でもそれは多分 LX の仕事なんだと思う。ああまあそうですね。いや LX がどうなってるか分かんないけど、うん、多分より高級なのとかなんか上質なのって、はい、多分レクサスにとってあるじゃないけど、うん、合わせてあるんだろうな。いやでも本当にエンジンかかってるかどうかわかんないね。わかんないですね。振動もめちゃくちゃ少ないですよね。ない。だってステアリングところには伝わってこないんだよ。うん。本当にねわずかにねステアリングにちょっとブルブルブルってくるぐらい。これはすごいですね。確かに。これだからディーゼルとかだとまた違うんだろうし、はい、距離乗ったらまた違うかもしれないけど。あとね静粛性も結構高い気がするんだよね。そう、それ今ずっと持ってて、ね、割と最近ねやっぱ国産車、まあ、別に輸入車もそうですけど結構やっぱコスト削減で、うんうんうん、やっぱ昔に比べると作りが少しコストダウンしてるなっていうのも分かるじゃないですか。でも結構静粛性高くてしっかりしてる感じしますよね。そう、周りの音があんまりね聞こえないんだよね。曲がりきれるのかな。確かに。小回りはですね効かない。効かなそうですね。ちょっとギリ厳しそうですね。ないです。よいしょ、めっちゃ乗り心地いい。ちょっと待って、これじゃノーマル。
好きなのに。コンフォートって言います。コンフォートで左前です。 MTS ってなこれ。おお、これが、あ、これこれこれ、はい、ステーリングが、そう、これって不思議じゃない、このさ、このボディの下も出てるじゃん。そうですね、これって過去に撮った映像をここにはめ込んでる。はあ、左前です。確かにこれで全部角度も出てさ、こっちも出てたから、うん、左前だ。基本的にはオフロードで使うためのものだけど。なるほど、すごいですね。だちょっと狭いところなんかも、まあ、その辺のサポート使えばタイヤが乗っかってるとか乗って買ってないとか、うん、まあいけんのかなっていう気はしないでも。あとはちょっといいですか。はい、エクステリア問題。エクステリア問題、先ほどデザインって言ってた。そうですね、あくまで個人的な見解ね。はい、ちょっとエアロがどっちかっていうとやっぱりなんていうかな、こう大量生産でこう、うん、本当につけるのも簡単で、はい、っていうのに特化してんだなっていうのをすごく感じる。うん、やっぱりこのエアロ一個一個にモールが入ってたりとか、はい、そう、あとは塗装済みもパーツで出るんでしょ、トヨタとかって。あ、出ます、国産車とかって、はい、だから塗装のまあその、まあ、質感も申し分ないけど、まあ、その辺の関係もあって、まあ、ちょっとそのフィッティングも緩いし、うん、だって後ろのフェンダーとか見た？ちょっとだって1センチぐらい間空いちゃってんだよ。はい、あ、これでなんかこう OK なんだと思って。特になんかその社外のなんかマンソリーとかさ、はい、ブラバスとかっていうのをありがたいことに日頃触らせてもらう機会が多いんで、そういうのに比べるとすごいお手軽感を感じるというか。そうですね。そう。だから、うん、間になんかシリコンっていうか、ラボール入ってるよね。入るじゃないですか。あれがやっぱあって傷つきにくいとかもちろんあると思うんですけど、あれでなんかちょっとごまかされてる感じするとあります。ありますよね。でしかもあれもさ、なんかボディ同色とかだったらいいんだけど、うん、あのグレーのさ、そうなんですよね、ちょっと決してこうお世辞にもいいなんかかっこよくないこう色のさ、ね、くすんだグレーのやつじゃん、うん、あれもなんか透明とかさ、はい、ボディ同色とかだったらまだ目立たないんだけど、うん、なんか多分日焼けするのとか劣化するのも前提で考えられてて、うん、ちょっとあの安っぽいく見えちゃうモールもっていう、うん、まあ、日頃多分輸入車をこう見る機会の方が圧倒的に多いから余計こうそういうところに目に行くんでしょうね。そうね、僕らも。あとフロントフェンダーとバンパーのとこもさ、はい、多分それも取り付けやすさとかを優先してんだと思うんだけど、うん、1センチぐらい隙間が空いてんのこう、はい、であれもなんかシームレスにつながるデザインだったらもっとデザイン性高いのになとか、うん、そうですね。なんか僕も思ったんですよ、最初フェンダー真ん中に黒いの入ってるじゃないですか、うん、なんで僕だったらフェンダーアーチいらないかなと思ったんですよ。フロント前後バンパーだけでとかって思ったんですけど、さっき見た時その微妙なこう隙間があることでフェンダーだけ外すと結構変ですよね。そうなんだよね、フロントバンパーは今度外にこう出ちゃって、だ多分本当にあのディーラーオプションでつけても、はい、こうあんまりトラブルなく見た目もパッて変わるようにちょっとこう手軽さにすごく振ってんだなっていう。そうですね、価格もすごく安いんですよね。うん、安いって言っても僕はその感覚であれなんで、ね、輸入車のこうエアロパーツに比べると圧倒的にまあ確かにそうですね。塗装済みでこの金額でっていう。でもやっぱりちょっと見てる方向というか、はい、その供給してる方向が違うんで、うん、なんですけど、ちょっとでも価格帯的にそれこそプレミア価格だと大台超えるわけじゃないですか。はい、だちょっとそこは冷たいなっていうのは正直思いました。まあ、出てきますよね、そういうところは。でそこに関してはもうなんかレクサスがあるからとかって関係ない、うん、レクサスもでもエアロパーツ関係は多分同じような感じな気がしますよね、うんうん、まあでもニーズがそうなのかもしれないけど、まあ、正直ちょっともうちょっと冷たいかなっていう気はしました個人的な気持ちで、はい、まあ、ただでもこの内容別にフォローするわけじゃないけど、この内容でこの走りでっていうのはすごいなって、うん、いや、そうですね、そうですね。確かにプレネってなってもこのやっぱこのパッケージ同じようなのを輸入車で同じように年式も高年式で求めようと思ったらやっぱこの価格では手に入らないですもんね。そこは魅力はあるかなと思いますね。どうですか、池田君は。ハンドルヌルヌルじゃない、ヌルヌル滑らかですね。エンジンももうハンドルも全てが結構滑らかでゆったり動きますよね、やっぱり。
あと本当にダウンサイジングされてるなんか 負の要素というか、うん、マイナスのところあんまり感じないかなっていうですね。まあちょっとディーゼルも逆に気になりますけど、ね、確かに今の時代のディーゼルでランクル、昔ランクルって本当にもうディーゼルがやっぱすごい人気だったじゃないですか、うん、やっぱそのイメージもあるんで、今のじゃあディーゼルってどうなんだろうなっていうのはちょっと気になりますね。あとはちょっとナビというかこの辺の全般が多分慣れてないのもあるかもしれないですけど、戻るボタンかなと思いきやこれがこっちに行くだけだったりとかどれがホーム画面かもちょっと分かりにくかったりしますよね。でこのピンチインピンチアウトのこのレスポンスもあんまりかなっていうのもちょっと、あこれできないんだ。うん、昔できたっすよね。こういうことなんだね。これだから本当に今タブレットと変わらないクオリティの方が結構あるから、はい、で逆に言うとすごいですよね。昔は国産車のナビってすごい良かったじゃないですか、うん、今輸入車もだからすごい高性能になってきてますよね。確かに。あとはもうカープレイとかが当たり前になっちゃってるんで、はい、なるほど。あこれがホーム画面なんですねだからそれもちょっと謎なんだなと思って、ホームをしたらナビにしますかおでんしますかとかじゃなくて、そうですね、こう、まあ、こういうのが出るもんだと思いますよね。そうホームがこれと、そうちょっとでこれがビュッて広がるかと思いきや、あ広がった、広がります、あこれ広がるんだ。さっきそっちがそうなんですよ。そうね、この下のこれがね、はい、でこれを押してもあ一応エアコンになるんだ。うん、あじゃあ慣れの問題かな、もしかしてオーディオとナビとってこう2画面ができるっていうことですよね。それがどっちにもできるよっていう。あとボリュームは正直ダイヤルが良かったかなってちょっと。ああですね、まあ、すっきりはするんですけどね。確かにちょっと遠いかって。でもすごいなこれやっぱり。でも輸入車、例えば輸入車を結構こう趣味が強めのこうお持ちの方とかはやっぱ一家に一台こういうのってすごくもう本当万能ですよね。確かに人も乗れるし荷物も乗せられるし。そうですね。だ車体のサイズ的にちょっと車庫はもうこのサイズだと結構限られちゃうとは思うんですけど。あとねいいと思うのはね嫌味がないんだよね。ああそうですね。そのあたりは国産は考えられてていいですね。だ結構あのベンツとかだと車体感覚価格関係なく、うん、あベンツ乗ってるんですかってなるけど、はい、そうトヨタとかだと全然嫌味がないと、うん、このあたりボコボコしてるとことかもう全然何も感じない、うん、何も感じず走ってきます。船みたいな感じです、うん、小回りがちょっとな。そこだね、小回りとあとプレネとダメなところ、今回のまとめダメなところはプレネと小回り。そうですね、はい、おお声、エクステリアは個人による。そうです、はい、個人の趣味嗜好による、はい、他は結構やっぱりしっかり。そうですね、はい、でも今回土屋さんはちょっと厳しめな。そうですね、別に何かあるわけじゃないんですけどこんな感じでお届けしました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。じゃあ最後になりますけれども、はい、あの今回プレネのご紹介なんで、はい、まあ、そこから比較すると当然少しこう高くなってますけど、うん、まあ、新車価格からするとこの装備でこの内容でこの新車価格だったらやっぱりかなりこう充実してるなっていうのが個人的な印象です、うん、はい、あとエクステリアに関しては結構好み分かれるのかなっていうのは思ったところでございます、うん、はい、ただそこはお任せいただければ。そうです、まあランクル300でちょっとドレスアップしてるの見たいですよね。まあいろいろできると思いますので、はい、まあ、タイホイールだったりバンケットだったり、はい、まあ、いろいろご相談いただけるといいんじゃないかなと思います。というわけで今回はトヨタランドクルーザー ZX をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。